ゲーパーティーやめろ。やめろという叫びを繰り返していてもあなたには全く通じないのでしょうか。信じられません。一体あなたは何を考えていらっしゃるのか。広島、長崎の悲劇をあなたも知らないわけではない。それにもかかわらずなお再稼働ということがどうしたら言えるのでしょうか。多くの被爆者が今も苦しんでいる被爆労働でどれだけ多くの人が苦しんでいるか、あなたはお考えになったことあるのですか。信じられません。なぜやめるというたった一言が言えないのでしょう。残念です。私たちは何としても核のない放射能汚染のない健やかな明日を望んで命の限りこのあってはならない原発再稼働に対してノーの声を上げ続けています。おまわりさんもぜひ非番の日にはこちら側で声を上げてください。よろしくお願いします。他にご希望の方いらっしゃいますか。先頭でマイクを持って抗議のスピーチ、ご希望の方いらっしゃいますか。それではワイヤレスマイクを持ったスタッフが後ろの方まで行きますので、今お並びのその位置から1分以内で原発反対のスピーチしていただきます。マスコミやユースを配信されている方、そして個人で SNS 等に画像や動画をアップされている方、列の中でマイクを持ってスピーチする方の顔などは映らないようご配慮の方をお願いします。はい、マイクです。では官邸に向けて反原発の抗議1分間でお願いします。いらっしゃいますか。あ、安倍さん、そこにいるんですか。あ、そうね。原発再稼働絶対反対。もう事故から
6年経とうとしています。今日の新聞にも、はい、サソリ型のロボットが調査に失敗、先週は同じ第二福島第二で毎時650シーベルト、その1週間前は530シーベルト、そんな新聞報道がありました。今何も報道ないけど、汚染水なんかもどうなってるんでしょうか。あとフレコンバッグに入れた汚染土、子どもたちの甲状腺がんも疑いを含め184と発表されています。まだ国は原発事故との関係を認めてませんが、絶対に原発以外原因ありません。そして私今日あの帰ってきたんですが、自主避難者の住宅支援の打ち切り3月とか言ってますが、それも絶対にやめなさい。あなたたち政治家は子どもや住民を守るためにする、それが仕事です。そっちの方に税金を回してください。はい、島根代理でまた、ひび割れが発覚しました。それに柏崎刈羽は耐震疑惑、それ原子力規制委員会は火山学者の意見は聞くが、判定には入れないことを言ってました。そして核のごみというか汚染物はビニール袋を破いてドラム缶に詰めればなんとかなる適当な安全の策を言っています。これのどこが安倍さん安全なんでしょうか。そしてこの前福島第一の核の容器内にロボットが入りました。その時生命体でもないロボットが壊れてしまう、そのような過酷な状況な中で廃炉作業をするんです。そんな危険な場所に住民を戻していいでしょうか。爆弾を処理するときだって避難をさせるじゃないですか。そんなところに逆に人間を返す、それは人道的におかしいんじゃないですか、安倍さん。はい、記者会館の前です。いらっしゃいますか。安倍のバカな原発政策のせいで東芝は債務超過に転落し、上場廃止や倒産の可能性が出てきた。福島第一原発事故をきっかけにアメリカの GE、ドイツのシーメンスといった巨大企業が引き継いと原発ビジネスから手を引いている。日本も原発から手を引け。原発は利幅が薄くリスクも高いというのが世界の常識だ。やめろ。それにもかかわらず日本だけが原発を諦めず官民一体で推進した。その結果がこのありさまだ。原発を諦めろ。安倍が成長戦略を柱とする原発や武器の輸出はすでに破綻しており、原爆や原発事故を経験した日本には原発も核兵器もいらない。安倍もいらない。消えろ。はい、3番出口続けます。いらっしゃいますか。いらっしゃいますか。はい、では官邸前です。お願いします。仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発仙台原発今すぐ止めろ。仙台原発今すぐ止めろ。仙台
発今すぐ止めろ。味方原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 発今すぐ止めろ。限界原発再稼働反対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 。すべての原発今すぐ廃炉。すべての原発今すぐ廃炉。